福岡県立スポーツ科学情報センター、通称アクシオン福岡です。ロビーには福岡県のタレント発掘事業を終了し、パリオリンピックに出場している8人の選手を紹介するパネルが展示されています。タレント発掘事業が始まって21年目になりますけど、初のオリンピックでメダリストが出てですね、本当に嬉しく思っております。はい。フェンシング女子サーブル団体で銅メダルを獲得した宗像市出身の福島志保美選手と大牟田市出身の高島理沙選手はこの事業の修了生です。2004年に始まった福岡県のタレント発掘事業、身体能力の高い小中学生を探して適性のある競技の指導者とつなぐことで世界で通用するトップ選手を育てようという取り組みです。フェンシングが向いてるよって誘われたのがきっかけです。陸上やってたのでそんな道具も使わないし、フェンシング対人競技だし絶対向いてないと思いました。走り幅跳びからフェンシングに転向した福島選手、最初は半信半疑でしたが、持ち前の瞬発力と練習の積み重ねで頭角を現し、パリオリンピックの代表に選ばれました。高島選手は小学校の頃ソフトボールをしていましたが、フェンシングに取り組む姿が日本オリンピック委員会の目に留まり、中学生の時に JOC エリートアカデミーのメンバーとなりました。タレント発掘事業で2人を指導した野本慎一郎さんです。現在は福岡県古賀市にある玄海高校でフェンシング部の監督を務めています。感激といいますか感動というか、もう本当本気で泣きました。嬉しくて、はい、で私の夢を実現してくれたし、2人とも高島は小学校の時、福島は中3ぐらいから見てるので、そういった子たちが成長していって世界に行ってなおかつメダルを取ったっていうことでですね、本当親心に近いような感じがあって、はい、何とも言えない感動ですね。パリオリンピックで5個のメダルを獲得した日本代表選手の活躍に高校生も刺激を受けています。やっぱり憧れの先輩だと思うし、その野本先生からの教え子がそうやって銅メ金メダルとかいろいろ取ってて、なんかその人から教えてもらってることがとても嬉しいなって思います。タレント発掘事業で適性を認められ、野球からフェンシングに転向した松永純人さんは、地元の先輩でもあるし、福岡はタレントの先輩でもあるので、やっぱ自分もその場に立ちたいと思ったし、自分は個人団体で金メダル取れるように、頑張りたいと思います。事業開始から20年でこれまでの修了生は473人。初めて修了生からメダリストが誕生したことに福岡県の服部知事は、未来を担う子どもたちに夢を持つことの素晴らしさ、努力の大切さを示したとコメントしています。